はいさーい。いやー、本日ね、沖縄は台風が近づいていて、かなり風が強いです。で、ちょっと肌寒くなってきたんで、僕もね、秋服になりました。ただまあ、秋服になったって言っても、沖縄はね、ここからまだ夏に戻ったり、秋になったりを繰り返すと思うんで、まあ、今年初の秋服ですっていうぐらいですね。で、台風来る前にね、ちょっとジムニーでドライブしたいなと思ってですね、今日はジムニーに乗って、ドライブするビデオブログ撮っていきたいと思います。出発していきたいと思います。はい、ということでこちらが、僕の新型ジムニーですね。アイボリーカラー。まあ前からうちのチャンネル見てる人はもう何回も見てると思うんですけれども、パーツは基本的にアウトクラスカーズさんっていうお店のパーツを使ってますね。このグリルがいいでしょう、なんかかっこよくて。で、一応ね、もう乗り始めてからそろそろ1年経つ感じなんですけど、一応ね、今のところなんていうのかな、そんなに大きな不具合に見舞われたりとかっていうこともなく、こう乗れてますね。ただね、やっぱアイボリーみたいな明るい色ってこういう雨だれが目立つんですよね。こういう感じで、これがねちょっと嫌ですね。洗車するたびにこうなっちゃうんで。このホイールはクリムゾンっていうメーカーのものなんですけども、これもアウトクラスカーズで取り付けてもらいました。で、基本的にね、メッキの部分を磨いたりとか、ホイールもワックスがけなんかをしっかり普段からやってるので、まあそんなにやれは目立たないですね。で、あと、いろんなところにちょっと傷がだんだんついてきて、この辺りとかね、あとはまあこの辺りにもね、これかな、ちょっと見えにくいけど、まあこの辺り擦ったら消えそうな傷ではあるけどね。で、なんでここにこんな大きい傷ついたかわかんないんですけど、これが一番大きい傷かな。もう塗装までやられちゃってる感じなんで、これはね、ちょっとショックですね。はい、ということで今ガソリンを入れに来ました。レギュラーをね入れてます。今日ちゃんまり、実は今日ちゃんまりもいたっていうね。こんな感じです。一応ね、ジムに、今のところ燃費はまあそんなに良くなくて、よいしょ、燃費はこんな感じですね。リッター 8.8 キロ、9キロ割っちゃいました。まあタイヤ大きいし、リフトアップもしてるし、こんなもんだよね。ルーフキャリアもついてるしね。さあ、ということで着きました。着きましたって言っても目的地があるわけじゃないんだけど、
とりあえずなんか海に来ようかなと思って、海の方までジムニーで来ましたね。はい、ちょっと今日はジムニーの回っていうことでね、皆さんジムニーをたくさん見たいと思いますので、ジムニーを多めに映していきます。後ろ姿こんな感じですね。僕ねタイヤ外してるんですよ後ろ。まあやっぱタイヤない方があの燃費とかいいしねっていうのもあるんだけど、ちょっとねそろそろタイヤバーストした時に備えてスペアタイヤやっぱ積んだ方がいいかなとかって最近はちょっと思い始めてきました。ここホイールハウスの中なんですけど、僕のジムニーあの沖縄っていうことでね、塩害が強い地域なんで、下全部こうやって黒色の錆止めコーティングを施してます。普通はねあのボディと同じ色なんですよ、このホイールハウスの中。横から見たルックはこんな感じですね。いいですよね。ちゃんまりちょっと前立ってみてよ、ジムニーの前。じゃーん、こんな感じでね、女の子にもジムニー似合うと思う。前になんかね、女の子ジムニー似合うよねって動画出したよね。あ、出したね。うん、結構ね女の子にもほんとジムニー可愛いのでおすすめです。運転もしやすい？運転しやすいよ。しやすいか、うん、そうだよね、軽自動車だしね、乗っちゃえば普通の本当乗用車っぽいというか、意外と普通に走れるのがこの新型ジムニーのいいとこかなって思いますね。うん、まあこんな感じ。ちょっと海の方も見に行ってみましょうかね。じゃあ行ってみようぜちゃんまり。行きましょう。実はね明日か明後日から台風なんだよな。そう、うん、風がもうやばいよこれ。風の強さやばいね頭飛んでっちゃいそうだぜ。まあでもまだ雨とかそういう天気の乱れはないね。うん、風だけだね。うん、夕日も綺麗さ。ああ、本当だ。まあ、夕日っていうほど夕日出てないけど。本日来たのはこちらのザンパビーチですね。ザンパビーチ到着。よいしょ。あ、すごい、なんかアクティビティがいっぱいあるね。なんか子供楽しいタイプのビーチじゃん。うん、ね。あららら、すごい、こんなことなってんだね。へえ、あそこはご飯も食べれるね。あ、そうだね。どうやら、どうやら。へえ、なんかいいビーチだね時間もあるけど静かだね。そうだね、うん、シーズン的にもな、もう終わりのシーズン近づいてるから。正直今日とか海入るとちょっと寒いんじゃないかな寒いだろうね、うん、風涼しいよだいぶ。海上がった後が特にヤバそう、うん、こちらは有料テーブルで4000円もするみたいですね、机を使うために。高いっすね。なかなか強気です ね。さあジムニーでのドライブといえばやっぱりこういうあぜ道というかね、あぜ道じゃねえな、ガタゴト急勾配だね。おお揺れる揺れる、なんだこれは。ぐいぐい行けるよっていうのがジムニーの面白さだから。わわわわわ、あれでもなんかあるよ。あるね、何かサンゴの家だ。おおおおお、あ、なるほど、しょ教会。おー、いいね、ぐいぐい進むよ。おー、いい海じゃん。あら、素敵な、素敵な海がある。ちょっとカメラの固定が難しいねまあ、そのぐらい厳しい道ということですが、そこ大丈夫？あー、大丈夫、大丈夫。